はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は星の影虎のこれ前飲んでんのかちょっとわかんないんですが、星の影虎の、カップ酒の龍という、ここにちっちゃく龍って書いてあるんですけど、そちらになってます。星の影虎カップ、以前飲んだのは星の影虎の確か生原酒だったっけとか違いますね。うん。まあ、いわゆる星の影虎の、カップ酒の普通酒ということになってます。製造年月日が平成24年の10月ですから、まあ、1年前と、ちょうど。うん。アルコール度数が15度以上、16度未満。こちら、星の影虎というのは、新潟県の長岡市の、ちょっと俺知らないんですけど、はい、そちらですね。のですね、どこだこれ、昭和市酒造株式会社。聞いたことない。うん、長岡な遠すぎて行かないんですよ。大体。ね、そちらの。酒造、いたこれ。これ開けるのいった。うん、ああ、痛い。ああ。なんかね、若干ね、どうでもいいんだけど、黄色くなってんだよね。大丈夫かな？それで乾杯。まあ、先ほどこの四段仕込みを飲んだ後なんですが、うん。やっぱり、結構辛口ですね。四段仕込みがちょっと甘すぎた。多分。何か、ちょっと変わった味わいというか、いや、味わいじゃないんだけど、なんか香りが。うん。ちょっとしますね。こちらサイトで見ましたが、普段晩酌で飲んでいただく酒だからこそ手が抜けないのが晩酌酒です。さらりとした味わいでありながら飲み干すほどにまた飲みたくなる、そんなお酒です。ああ。で、以前飲んだのが、生酒と。なんかすごいのありますよ。超辛口、本醸造だって。の、星の影虎がありますが。え？日本酒度がプラス 12.0。 ん？ちょっとおかしくねこれ。超軟水の仕込み水は辛口酒に向く。昔から伝えられてきたことが実証されたお酒です。ほう。日本酒度がプラス 12.0 もありながら実際に口にすると辛くは感じず、甘いとおっしゃる人さえいます。
それ矛盾してねえか、それ。なあなあ、それ矛盾してないか。日本酒のプラス 12.0 は、このしょばし酒造株式会社をはじめ、新潟県内でも最も辛口な酒の一つ。あ、マジで？これ飲んでみたいわ。めっちゃ飲んでみたいわ。超辛口と名乗るだけあるな。プラス12。まあ、さっき、一応言っときますけど、日本酒度という、まあ、度数、通常の度数と違い、まあ、日本酒の辛さと甘さ、まあ、辛さから甘さというか、ね、を、判断する要素として重要な日本酒度というのがありまして、こちらがですね、プラスに傾くほど、まあ、辛口、マイナスになるほど甘口という、ものでございます。その、こっちの影虎の超辛口。いや、これ飲んでみたいな。技術、仕込み水、厳選された、原料米によって生み出された、この酒は味のバランスが良く、美味しく飲めます。なんかほのかな香りがありますね。なんかこれどうでもいいけど、どうでもよくはないか。うわ、高っ。大吟醸、クソ高いぞ。800ml、え？あ、違う。720ml で4200円。くーどうなってきたか。1.8 リットルだと、8400円。定価と同じだね。あ、違った。ごめん。クソ高いやね。純米大吟醸になるとさらに高くなり、720ml で5250円。くぁ。高すぎやわ。高すぎやって。でもやっぱ若干なんか、あるな。なんか。何かあるな。これ。基本的にやっぱなんか純米大吟醸っていうのが一番高い酒みたいですね。日本酒の中だと。これなんか、なんかほのかに香りがすごい、ほのかにというか香りが意外とすごいのではないか。これ、腰の影虎。なんか、あ、腰の影虎梅酒なんてあるんだ。これサイトに書いてありますけど、つきましては生産量が少なくご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げますって。ほう。ひー。なんかすごい香りが、口の中に広がる香りがすごいな。なんか。影虎梅酒。清酒、腰の影虎で仕込んだ日本酒仕込みの梅酒です。だって、珍しいですね。へぇ。
720ml、1365円。はぁ、あ。へぇ、梅酒で、違う。日本酒で仕込んだ梅酒か。基本的にほら、梅酒っていうのはほら、割と度数高いやつで仕込まないと、あ、でもどうだろう、わかんね。あんまり、わかんね。確か30度以上とかそんぐらいでね、仕込まないと違法になるんですよ。うん。ね。梅酒っていうのは作る場合は、30度以上だったか、20度以上だか、30度以上ぐらいじゃないと、違法なんです。酒税法違反で、逮捕されました。逮捕されちゃいます。有名な動画で言うと、みりん梅酒とググってみてください。日本、ニコニコ動画で。まあ、どこでもいいや。みりん梅酒ってググると、びっくりくことに、NHK でですね、みりんを使った梅酒があってですね、みりんというのが度数、あれ、何度なの？20度ぐらいか ?10 度ぐらいかとわかんないですけど、20度ぐらいかな、で、つけてるんですよね。料理番組で、てってけてってってって、てってけてけてけてってってでね、それで作ってる動画があるんですけど、いや、動画っていうかもう、番組があったんですよ。それがですね、完全に酒税法違反なわけなんですね。はい。それでニコニコ動画だと、とかニチャン、ニコニコ動画ですかね。ニコニコ動画ではかなりね、バッシングされまくってるという。ね、ひどい NHK ひどいと。そしてね、その動画を見るとですね、美味しいですとか言ってるんですよね。なんか、ね。非常になんか、美味しいですとかって言いながら飲んでるんですよ。ひどい。確実に。完全にひどい。あれは、うん、ああ、でもこの腰のかげとらはちょっと香りがちょっと強いですね。正直ちょっと気持ち悪くなってきました。せんべいを食います。正直ちょっとやばいな。日本酒、日本飲んでるのきついわ。うん。この菊水の4段煮込みを飲みの、今これ飲んでるけど、これぐらいまで飲んでるけど、ちょっときついね、正直。さすが。度数15度。でも度数的にはあんまりそんなでもないはずなんだけど。いや、度数的にはそんなでもないはずなんだよな。だって15度ぐらいでしょ。もうウイスキーなんて俺いつも飲んでるウイスキーとかなんて40度だぞ。そう考えるとあれ？と思うんだけど、やっぱ日本酒ってやっぱ酔いやすいのか。何なのか。まあ、多分個人的に一番悪酔いしやすいのは日本酒でしょうね。うん。個人論ですけど。ここで、まあ、豆知識。豆知識っつうかもう、なんか、ね。
なんですけど、酔う原因というのはね、まず何か。アルコールです。まず第一、アルコール。これです。だから、アルコール度数高い方が酔いやすい。これは間違いないです。もうどれにとっても、もうそれですね。それはもう間違いない。もう第二が、これが重要です。第二、不純物が多いこと。これです。悪酔いの原因。不純物が多い。不純物とはどういうことか。簡単に言ったらこれですよ。日本酒。日本酒、芋焼酎、麦焼酎、その他なんちゃか焼酎。これです。これは悪酔いしやすいです。なぜならば、不純物、かっこ。まあ、いわゆる、その、芋だったら芋。日本酒だったら米の。ね。味が、ダイレクトに来るということは、それだけ、まあ、いわゆる、そのね、ろ過の段階で、まあ、わかりやすく言うとですけど、ろ過の段階で、米を、こう、いわゆる、目の粗い、目の粗い、なんかザルみたいので、こう、あらかたこう、米をちょっと、ね、ふるいかけてるけど、こう、割とちょっと落ちてるみたいな。そういうレベルの、が結局不純物が多いってことなんです。ね。じゃあ逆に不純物が少ないものと言ったらお前、何かって言ったら、当然、あれですよ。香類焼酎です。香類焼酎。なぜ不純物が少ないかっていうと、当然、蒸留しまくってるからです。なんかよく聞くのが、ね、安酒は酔いやすい。とはよく聞きますけど。あな、嘘っぱちです。うん。ただのあれですよ。安酒イコール酔いやすい、悪酔いしやすい。まあ、いわゆる、なんかな、次の日に残りやすいとかって勝手になんか言ってる人いますけど。あんな何の根拠もないです。うん。多分、プラシーボ効果でしょ。うん。で、安酒のもう代名詞といえば、香類焼酎です。いわゆる大五郎。大五郎、大樹氷。ね。とか、そちら。そっち系。あれ、なぜ、ね、度数、まあ、25度ぐらいですけど、個人的に全く酔わない。酔いにくいですね。なぜか。うん。次の日には残った試しがないです。あんなもん飲んで。あ、なぜか。蒸留しまくってるからです。うん。いや、蒸留とは何なのか。香類焼酎、焼酎、香類焼酎でググってみます。香類、焼酎に関しては香類とおつ類というのがあります。香類、香おつ兵のまあ、香類ですね。こちら香類焼酎とは何なのかというと。まあ、いろいろ省きますけど、重要なところは、一番、おつ類と一番大きな違いは、連続式蒸留機で蒸留を行っていること。
連続式蒸留機。まあ、蒸留というのは、まあ、理科の実験とかでやったと思いますけど、まあ、いわゆる、そうですね。まあ、お茶から水だけを取り出すためには、どうしたらいいかっていうと、沸騰させて、その沸騰したその蒸気を、また冷やし、水。冷やすと水になりますから。まあ、それで取り出すと。これが蒸留。ということなんです。この連続式蒸留機。で、蒸留を行っている。まあ、こちら、蒸留っていうのは、この左舷に関して言うと、まあ、アルコール度数だけを取り出す。まあ、純粋なアルコールだけを取り出す。という意味で蒸留というのを、してるんですが、この連続式蒸留機というのは、その名の通り、何度も、連続、まあ、何度も蒸留を繰り返す。うん。ことです。で、こちら、何度も蒸留を繰り返すことによって、まあ、どうなるかっていうと、無色透明で、ピュアな、癖のない味わいの特徴と書いてあります。うん。まあ、いわゆる、もう、簡単に言っちゃえば、アルコールそのものの味みたいな、レベルの味です。じゃあ逆に、焼酎のおつるい。まあ、芋焼酎。おつるいっていうのは芋焼酎とかね、麦焼酎とか米焼酎とか、そこら辺ですよね。香類、黒糖焼酎とか、そちら、そっち系です。うん。こちら。先ほどとは違い、連続ではやりません。たった一回です。うん。たった一回です。蒸留を行う回数、たった一回です。もう分かったでしょ。当然何度も繰り返したら、スピリタスみたいな、もうスピリタスみたいな、もう、ものすごい度数の、純粋なもう、アルコールっていうだけのものができるわけなんですが、これ一回しかやりません。そうだったら、当然不純物だって、不純物括弧、まあ、いわゆるもう芋の、まあ、ね、香りっていうか、まあ、香りの成分だとか、いろいろこう、うわーっと、入っちゃうわけです。ね。うん。ね。でも逆に、それがいいところもあるんです。まあ、当然、芋焼酎だったら芋の風味が、ね。当然、残る。残ることによって、芋焼酎という名前の、まあ、焼酎が出来上がると。あ、これちょっとまずいわ。これそろそろ。やばい、ガチでこれ。吐き気がしてきた。吐き気を催すぞ、これ。やばい。ちょっとまずい。二本飲んだら前吐き気をしてきた。やばい。割とマジでまずい。これは。これ以上飲むとこれ多分吐くぞ。吐くぞ！ということで一旦、蓋をしてですね。強制的に蓋をして。うん。やめますが。こちら、まあ。難しいなぁ。星の影虎の竜。どうしようかな。三つ星で行こう。三つ星で行く。
ギクスン四段仕込みと違って、こちらは確かに辛口なんですが、なんか変に、まあ、香りがもわっとするんですよね。もわもわんと。キクスイの四段仕込みは、こんな香りなんて、ほとんどしなかった。やっぱり辛口は辛口で、逆に、すっきりとした、その、淡麗な方が、個人的には好きですね。甘口は甘口で甘い。その、もわーんとするんだったら甘口の方がいいなと。なんかこちらは、辛口の要素も取り入れ、なおかつ甘口の香りも取り入れっていう意味で、なんか、バランスがちょっと、ね、うん、ちょっと、おかしいな、というのはあります。ので、三つ星。三つ星。それではご視聴ありがとうございました。あー、気持ち悪い。